今日は反応どうだか、先月と一緒で、アトラクター動きに反応するかどうかわかんないので、とりあえず、流れに乗って、まあ中層そこをですねトレースするような形で、だいたいニフがね今までビーズヘッドニフが良かったんで、これでちょっとパイロットフライトしてちょっとやってみたいと思います。ではじゃあ第1投目、昨日放流がされていると思いますんで、よければ来るんではないかと、すぐにね、うん、ではいざキャスト。来ました。そんな大きくないけど、第1ピギマが来ました。よし、まずここでね、ちょっとビーズヘッドニフやめて、昨日巻いたテストしたいフライですね、これをちょっと付け替えてやってみたいと思います。そう、まずこれだね、ちょっとね、マラブーテルニフですね、ニフにちょっとふわふわのアトラクター系をちょっと取り入れたくらい、そのカラーバリエーションをこうオリーブ色でちょっと試したいと思います。今日巻いたフライがどれか一つでも当たると嬉しいんですけどね、これが当たらないと超つまんない。これですね、ちょっと濡らします。よし、これでですね、このマラブテルニックですね、オリーブ色早速試してみます。ちょっとね、ノーシンカーで試してみます。さらってくれるかな。綺麗になったな、すごいいいですね、気持ちがいいね。いや、水が綺麗になりましたね、本当に。水綺麗だ、ほら、川の石が綺麗に空出してるもんね、綺麗だな。今外気温は20度、そして水温見てみっか、水温は17.5度かな、 17.5 度ですね。そして、今度はちょっと深いんで、さすがにビーズヘッドほど重くないので、スリットショットをかまして、なるべく底をトレースするような感じで
流そうかと思います。いやマラブチェルニフですね。ここで初めてやりますね。さて第1投目、かなまだここだと高すぎるかな、かなこれは。ここは場所を移動してキャスト。でもそんなに大きくないですね。小ぶりのやつですね。あの放流したやつかな、昨日小さいやつ。はい、小ぶりのやつが来ました。へい、いいですね。ああ小さい。ちょっと2匹目の小さいにします。これはちょっと小さいな。小さいね。はい、まあ、リリースですね。はい、気に入りましたらチャンネル登録をお願いします。